鳥山石燕、根弱画と俗百鬼より、天逆ごと天逆ごとは、日本の女神。俗に、天狗や天の弱の祖先であるとされている。江戸時代の百科事典である、和漢三歳図絵では、ある書からの引用として、神である須佐能が、体内に溜まった毛気を吐き出し、その毛気が形を成すことで誕生したとされる。姿は人間に近いものの、顔は、獣のようで、 高い鼻、長い耳と牙を持つ。物事が意のままにならないと荒れ狂う性格で力のある神をも地里の彼方へと投げ飛ばし、鋭い武器でもその牙で噛み壊すほどの荒れようだとされている。また、天の弱のように物事をあべこべにしないと気の済まない性格で前のことを後ろ、左のことを右などと言ったという。自らと同様に自分一人で 子供の天馬祐を設けるが、後に天馬祐は旧天の王となり、荒ぶる神や逆らう神は皆、この魔人に属した。彼らが人々の心に取り付くことによって、賢いものも愚かなものも皆、心を乱されてしまうとされている。江戸時代の僧侶、大人は天狗名義公で、この天逆ごと天馬祐を日本天狗の元祖なりと表し、また天狗に対して、 天の雑魚という訓読をつけているが、他の書にはこの説は見られない。天逆語と、天魔竜は、鳥山石炎の、今尺が登続百鬼でも描かれている。天狗名義公は、仙台球児本義からの引用として、天逆語とのことを記した文を示しているが、天逆語とについての記述並びに惹かれているような、本文は確認されていない。同様の内容を持つ本文が確認できるのは、 仙台九字本義大成行であり、こちらが天狗名義校が示している仙台九字本義であることが推察されている。根弱がと続百鬼で描かれた天脈ごとと天満遊は他の妖怪の記述とも合わせた比較から和漢三歳図を直接の引用元として本文を記していると考えられる。天狗の研究家である千切光さんは大人による 天逆語と天魔祐を日本の天狗の祖先であるとする表に対し、もし実際に仙台九字本義が聖徳太子らによって編纂され、天逆語と天魔祐が危機神話に掲載されなかった神話であるとしても、その当時もすでに星に関する天狗の記述がトライしていたこと、それ以後平安時代まで天狗という存在が歴史書や書物に現れてないこと等を考えれば、 ことさらこれを天狗にのみ結びつけて考えるのはおかしいとしている。ありがとうございます。